卯口塾にある聖カート地の近年火日、山崎放題11月1日1985年8月19日は日本の歌人。放題故郷の旧卯口村付近。卯口峠付近から北西房正面奥は八ヶ岳山梨県東八代郡宇卯口村に生まれる。父は龍吉、母は久野。放題は8人兄弟の罰子で、次男。 1920年5月には、姉の熊が結婚し、姉は神奈川県横浜市へ移る。1921年4月、放題は、宇ば口神城高等小学校へ入学する。卒業後は、実家の桑畑や山仕事を手伝う。1929年3月、放題は小学校を卒業する。宇ば口村では1927年に、 田中睦夫が中心となり、加海、地上王が発足し、放題は1932年に最年少で入会する。1934年には、山梨日日新聞新年文芸において加作に入選する。放題はこの頃、山崎一林の筆名で、宇ばく青年団有便部文芸部機関紙、双葉や山梨日日新聞、海中日報などに投稿する。 同年には徴兵検査において、公主合格するが、この頃には、両親が眼病を患っていたため、兵役免除となる。1935年には、田中徹る場の紹介で、足首に入会する。1936年には、足首を、はじめ、水亀や山下道の区の主催する一路などの結社誌に、視野短歌を発表している。同年11月5日には、 西エグ和邸で開催された一路、山梨支部創立課会に参加している。同年には、うば口村青年団文芸部長となり、双葉の編纂にも関わっている。1937年1月24日にも、一路山梨支部新年課会に参加し、1月末には、東京に、山下道の区を訪問している。8月1日から8月2日には、山梨県の山中湖畔で、 一路懇親大会が開催され、放題も参加している。11月25日には、母の今朝の合死去し、放題は眼病を患う父と共に、神奈川県横浜市浅間町に住む姉の関谷に引き取られる。放題の横浜転居時期は1938年1月とされているが、うばく村出身で、うばく神尋高等小学校時代に放題と同級であった。 武田保恵急増の写真、山崎君ん理教記念13.25には昭和13年2月5日の日付が記されている。武田保恵は自身も山梨日日新聞に川柳を投稿している人物で写真は放題が宇ばくち青年団文芸部の仲間と共に撮影した記念写真であると判断されている。写真の日付から放題は 昭和13年2月には、うばくち村で、新編整理を行い、2月5日に記念写真を撮影し、2月6日に、甲府信用組合老場で開催された一路、山梨支部新年課会に出席し、3月頃までに、横浜への転居を完了したと考えられている。1941年7月には、臨時召集され、千葉県の陸軍東部第77部隊へ入隊する。 翌年には、野戦校舎法、第33代隊一等兵として出征し、南方方面で戦う。シンガポール、ジャワ島、ティモール島と転戦し、ティモール島のクーパンの戦いで負傷し、右目を失明する。野戦病院で終戦を迎える。1946年6月には復員し、小尉軍人の職業訓練で習った靴の修理を、しつつ、各地を放浪する。 一路における活動も再開し、1947年5月15日には、山下道之区を、故郷、うばく村へ案内している。戦後は筆明に、本名の、放題を用いた。1948年6月には、一路から離脱し、同年10月に、山形義尾、長倉千恵を、柴山英治、岡部慶一郎ら同士と、皇人を創刊し、うばく村に、 山梨支部を置いた。同年には、岡部圭一郎の勧めで15世紀フランスの詩人であるフランソワ・ビヨンのビヨン師匠を購入し、同書を読み込んでいる。1949年には、山梨県から静岡県、大阪府、和歌山県までの長期の放浪を行っている。1950年には、横浜へ戻る。1954年には、岡部圭一郎。 山形吉浦、皇人同士と木を相関する。1949年には、宮修司が主導して、岡部慶一郎、金子和明、桂原修ら、泥の会の活動から導入し、泥が相関され、放題は同士にも短歌を寄せている。1955年には、参上者から第一歌集、放題を発表。1971年には、鑑賞を相関。 1964年11月には、短歌新聞社から、合同歌集、現代が刊行された。現代には、放題の他、大西民子、岡野博彦、河野愛子、清水ふさ長沢はじめ作、山崎一郎の和歌150首が収録され、現代に収録された、放題の和歌は、第二歌集、うばくちにも収録された。甲府式宅、 山崎放題急増資料には、現代収録単価150種の記されたノートが含まれており、旧金使いが現代金使いに統一され、遂行作業により一部の句は表現を変えている。随戦時1972年7月から、神奈川県鎌倉市手広の鎌倉飯店店主宅の一角に住む。1973年には、第二歌集、うばくちを観光する。 1974年には、メシジュゴシ種により、第1回、短歌愛読者賞を受賞する。1978年には、玉木通りにより、歌が創刊され、放題は、創刊号から投稿している。1980年11月には、第3歌集、コオロギを刊行した。放題は、このごろ随筆も手がけ、1981年には、随筆集。 青地その花を観光している。1984年11月には、山梨県東山梨郡牧岡町を訪れ、最後の山梨旅行となる。同年12月には、肺がんと診断され、1985年1月に入院する。手術を受け入院生活を送る。入院中には1985年1月11日から、同年3月18日まで。 山崎放題病床日記を記している。同年8月19日に国立横浜病院で心不全のため71歳で死去した。通夜、告別式は神奈川県鎌倉市二階堂の随仙寺で行われ、本走は故郷の円楽寺で実施された。開名は乾燥院放題無犯故寺。1988年、進行のあった。 大下和馬らによって研究し、放題研究が創刊される。また、1987年には、鎌倉で、放台を語り継ぐ会が発足し、大下らの手によって、毎年9月の第一土曜に、随戦時において、放題会と名まれている。特定の結社に属さず、身近な題材を公互単価で読んだ。鎌倉に住む歌人、吉野秀夫や唐木順三とも交友があり。 しばしば土産物を携えて訪ねたという。鎌倉の随仙寺住職、大下豊道は、吉野秀夫と交流があり、放題は、吉野を介して、大下豊道とも交流している。関係資料は、山梨県甲府市の山梨県立文学館に所蔵されており、常設展でも展示されている。また、聖火跡地には、中道王館の馬口く塾や円楽寺など、 周辺の歴史的景観と合わせた観光拠点とするため、火費の移設やあずま屋を設置する計画が出されている。ABCDEFGHIJKLMNO、山崎放題天宇幕地は我が帰る村。P60ABCD、山崎放題天宇幕地は我が帰る村。P78AB、山崎放題天宇幕地は我が帰る村。 P8ABCD 山梨県立文学館館法第45号山梨県立文学館に一1年6月8月 AB 山崎放題店うば口は我が帰る村 P12ABC 山崎放題店うば口は我が帰る村 P13 山崎放題店うば口は我が帰る村 P14AB 山崎放題店うば口は我が帰る村 p 十六 a b c 中の ピアニッシモ、12から13。山崎放題天宇爆ちは我が帰る村。P34? 山崎放題天宇爆ちは我が帰る村。P35。山崎放題天宇爆ちは我が帰る村。P61。山崎放題天宇爆ちは我が帰る村。P36。山崎放題天宇爆ちは我が帰る村。P40AB。山崎放題天宇爆ちは我が帰る村。P44。 山崎放題店うばくちは我が帰る村。P61ABCD。山崎放題店うばくちは我が帰る村。P52。岩井博史、作家の臨終、母三百339ページ。山崎放題店うばくちは我が帰る村。P45。ありがとうございます。